おはのばんは、せつです。見てくれてありがとうございます。今回はですね、このマシンピストルなんですけれど、これが実は12月の23日だったっけな、そのパッチにより弱体化されていたんですね。それを紹介していなかったので、今、紹介することになります。ではね、このマシンピストルのダメージが弱くなってるということで、検証していきたいのですが、パッチ前どのぐらいの威力だったのかというのが、検証できないので、今撃ってどのぐらい弱体化されているのか、距離減衰とかですね、そういうのを見ていきたいと思います。ではですね、まずは近距離、体を撃っていきましょうかね。当たりはこちらにある。基本4発キルですね。では次に近距離頭を撃ってみます。あ、これも4発だったんですね。もしかするとパッチ前ですと、この近距離頭当てると3発で済んでいたのかもしれませんがね、今回の弱体化でもしかしたらダメージが低くなって頭4発になったのかもしれません。では中距離行きましょうか。体を打ちます。あ、やばいな。この距離でも5発必要ですね。では先ほどと同じ距離で頭を打ってみます。頭でも5発か。今回は射程距離を測る動画ではないのですが、どのぐらいで4発キル、どのぐらい離れれば5発キルなのかというのをちょっとやっていきたいと思います。ここはもうダメだな。ここですね。一番最初、近距離で撃った時と変わらないぐらいの射程距離ですね。ここでやっと4発。ここからも離れてしまうと5発必要ですので、この差はとても大きいですね。近距離ではないと4発で倒せないので、やっぱダメージが低くなっているのですかね。では次に大口径をつけた状態で体を撃ってみます。あ、これ4発ですね。あれ？では大口径をつけた状態で体を撃ってみます。これ普通に4発ですね。次に頭を撃ってみます。これは大口径ですので、もうですよね、3発でこれは仕留められますね。つけていない状態ですと4発必要ですので、やっぱり大口径は頭を狙っていった方がいいですね。お、ちなみに結構離れても、5発射程のとこをですね、そこら辺で撃っても頭に当たれば3発で済みますね。ここでもいけますね。ここですね。ギリ、プレイヤーの名前が見えるところですね。だいぶ離れていても、倒せましたね。頭3発で。おお。名前が見えていなくても、普通に3発キルでしたね。うわ、すごい。だいぶ離れてもこれ3発でいけますな。さすがにこのぐらいの距離だと頭は4発ですね。さすがに頭大口径つけてると言っても、このぐらいの距離は4発でしたね。はい、あのような感じになっておりました。パッチ前はもしかしたらあれよりもやっぱり近い、違う、遠い距離でも3発で倒せたりとか4発で倒せたりとかっていうのがあったのかもしれませんがね、やっぱりダメージがおそらく低くなってると思われます。ですので大口径をつけていけば、普通に頭以外だと5発とか4発5発でしか倒せないと思うんですが、やっぱ頭に当たればその分ダメージがすごく大きいので、今回は大口径をつけてやっていこうかと思います。この最初にマシンピストルを紹介した動画ですと、デュエルでね、二丁拳銃で言っていたので、そのダメージがどんな感じなのかっていうのがちょっとわかりづらい動画になっていたと思うんですよね。これで今回はこの一丁でやっていく感じですので、このマシンピストル本来の力のような本来の力でもないか、大口径ついてるから。まあ、とにかく一丁でやっていきますので、これから頑張っていきます。それでは実際に使っていきましょう。よし。ではね、やっていきましょうかね、マシンピストル。で、メイン武器の G43 は遠距離用武器として持っていきます。よいしょ。じゃあ、やっていきましょうかね。どんな感じというか、どんな感じなんだろうな。近距離で、やっぱ戦っていきたいですよね。あっぶね。多分一人いると思うんだよな。で、今回はフォーリッジで弾を回収しながらやっていきます。じゃなきゃ、戦えないからね。この、マシンピストルで、やば。
人いるんだよな。奥だな。で、ハッスルとの相性もやっぱいいのですが、おわ、ちょ待って、あの距離やっぱきついな。あ、上にいるね。オッケー、弾ちょうだいっと。ここら辺で立ち回っていけばワンチャンあるぞ。来てるな。あっぶな、4発しかない。これやばいぞ。一人いるね。オッケー、救援物資まで行った。もう一人いるな。アップナット8発回収してリロードしてと。あ、間違った。あっぶね。変なところで出すとこやった。いやー、マジか。この近距離で負けちゃった。まあバッフェだったしな。ここら辺に堂々と仕掛け、うわまずいな。あそこを陣取られたくないぞ。ダメダメダメ。こういうところは普通にゲベヤで狙っていかないとダメだよ。危ない。仕掛けて。やばい、来てる。リロード速度速くしたかったけど、基本的にリロキャンしていこうかなと思っております。救援物資を投下する。投下地点を守れ。当たったぞ。やばやば。どう来る。自分の M 力のなさにちょっと絶望したね今。上位ナンバー行き。あ、間違えた。まあ、いいか。あ、俺の近くいるじゃん。あ、やられた。許さん、よし。この辺かな。多分いるぞ。やっぱいた。あれ、あ、どこ行った。あ、下に行っちゃったかな。あ、もったいないことした。なんで仕掛けてる時に来ないでよ。多分ね、前にいるんだよね。マジむず。嘘だろ。お、誰か当たったな。一人いるいる。よし、ギャフのリー。右側だな。ちょっと待って、危ない。リロードしてください。こっちもしとくか、今のうちに。待って。嘘。射程距離ほんと厳しいな、この武器。いや、これは後ろだな。誰か引っかかってくれた、ラッキー。こっちかな。いや、マジね、マジね。マジこれ、無駄打ちできないわ。拡張マガジンもついてないからね。頭狙っていきたいけどな。やばーっと、はいっと。ここに来なさい。あ、なんかずっといるな、あそこに。どこ行った。あれ、どこ行った。当たったけどな、死んでねえぞ。あぶな。怖っ。偵察機来たな。どっちだろう。オッケー、待ってね。痛いよ。怖いねこれ。なんで、なんで死んでくれないんだ。これはね、マシンピストル弱体化されてるよ。完璧。やっぱハードコアだとね、うん、というか普通に使ってて、そんな脅威でもない武器だったんですけど、ハードコアでは結構猛威を振るっていた銃かなと思っていたので、よし、いいぞ。この、なんだろう、近接攻撃との相性というか、コンボみたいなので戦っていくのもありかなと思います。今誰か入ってったぞ。絶対倒す。で、空挺なんだけど、やっぱ走るの早くした方がいいかなと。オッケー。あ、いいよいいよ。これこれ。偵察機出して。
ッケー、気づいてなかった。こっちかな。よし、もう一人いるけど、あの距離はさすがに倒せないしね、どの道。これでいけるかな。よいしょ。でケアパケを呼んで、わー、いいとこに仕掛けてるな。で、あのくぼみのとこというかね、多分下側にいると、バンカー側かな、ここら辺に多分いると思うんだよね。偵察機出ちゃってんだよな。待って待って、マジ怖い、マジ怖い、やめて。あー、反応がいいね、あなた。俺の偵察機取られちゃったし、おとなしく取ればよかったな。右側だな。オッケー、ちょっとエイムが来てないね。あと1キル、慎重にゆっくり倒します。よし、いただきました。という感じで、今回はマシンピストルを1丁頑張って使ってきましたがね、ダメージして、射程が、お、やったぞ。射程がほんと厳しいですね、この銃。だからやっぱアドバンスライフルかな。最初使った時もデュアルアドバンスライフル、いや違う、ステディエムか、あれは。だったんですけどね、アドバンスライフルとの相性もやっぱいいのかなと。で、新手段が追加されるっぽいので、それでアタッチメントをもう一つ付けられますので、アドバンスライフルと大口径2つ付けて戦っていくことが可能になりますのでね、その新手段を交互期待といった感じになりますね。ではガチャ引いていきましょうかね。おっと、なんだろうね。エピック、お、持ってない服当たりましたわ。ちょっとかっこよさげなやつね。でも大体見た目に騙されちゃうんだよね。エピック、お、いいねいいねいいね、持ってないのばっかりよ。ちょっと待って、お、今回結構当たりが来ますね。エピック、あー、リベットダーク持ってる。あー、はい、っていう感じですね、今回は。まあまあ服とかの当たりが出たので、よしとしましょうかね。はい、ということで今回は弱体化マシン、おっと、わあ、おめでとうございます。服だね。はい。ということで、弱体化マシンピストルを使っていきましたがね、ハードコアだとこれまで通り使っていける銃になっておりますが、やっぱ普通にマップが見えてるコアだと、今回みたいに、中距離からも極端に難しくなったりとかって、倒せなくなったりっていうか、っていうのがありますので、うん、なるべく近距離で息を潜めてやっていくのが正しい使い方じゃないかなと。あとデュアルでガンガン突っ込んでいくみたいな、そういう戦い方がありなんじゃないかなとやはり思います。では最後までご視聴ありがとうございました。また次回ですね、パチ当たった銃を紹介していきますので、もしよろしければぜひ見てください。それじゃあ、ファモ。